はい、どうもケンです。いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。ですね、今日は、ケンシアズスクール、年間講座ね、3月の、まあ、最終日だったんですけども、今回ね、初参加の方が何人かいらして、でね、あるね、まあ、参加者の女性なんですけども、まあ、この道まだいや、もうセラピストでもないんですよ。これからセラピストをやろうっていう風な、まあ、人で。で、まあ、今回講座、まあ、3日間ね、参加してくれたんですけども、もうすごくね、一気にこう、まあ、指の使い方がまずね、定まってなかったんですよ。もう全然この、もうくにゃくにゃで、どういう風に自分のポジションを持ってたらいいのかっていうのがわかんない感じだったんだけど、もうその辺も、クリアになって、こう指でバチッとこうちゃんと合うようになったし、まあ、男性でこうごっつい人だとまだ不安だけど、背中のね、一線切りつきのところもね、聞かせられるようになったんで、あんま良かったかなと思いますね。まあ、今後まだまだ年間講座の中で1年かけてやるやつだから、まあ、今後に期待というところですかね。はい、他の方も本当に効果を聞かせられるようになりましたとかね、まあ、僕がお教えするのは本当にここだけはやっといてほしいっていうところをもう厳選して、もうそこだけをね、もう一点突破でこう、ね、できるようにっていう風で、まあ、指導させてもらってるんで、だから何て言うかな、もう本当解剖学の知識とかあんまない人でも、もう本当に身を見まねでやってもらって、手応えを掴んでもらって、でもその掴んだ手応えを大切にしてもらって、もう何度も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 それをね、繰り返し、もう反復して練習して、もう手にこう、もう手にもう本当手に職っていうぐらいだから、もう手にね、こう宿すと、そういう感じのね、教え方、まあ、伝え方をしておりますので、まあ変、まあ、あんまりこう座学とかそういうのは、ね、ほとんどないですね、年間講座にもね。まあ、多少はやりますけども、昔はね、ホワイトボードでこう書いてたりとかしてね、やってたんですよ。でもね、まあ、ちょっと花粉症でね、鼻ズルズルいってますけども、まあ、そんな感じでやってたんですけども、そこに時間を取るぐらいだったら、もう本当参加者同士でお互いにこうやって、もう手応えですね、手応えで掴んでほしいっていうのが、まあ、僕の講座スタイルですね。まあ、講師がね、前で出てこう、ああだのこうだのって言ってこう、まあ、理論だったりだとか、なんていうかな、まあ、絵を描いて説明するとかっていうのはもういいと思うんですけど、まあ、僕の講座の場合はもう体幹ほぐし手力っていうのがね、あるので、それを使ってやっております。まあ、ちょっとこの辺出しておきましょうかね。これですね、こう体幹ほぐし手力を使って、やってますので、まあ、その通りにやれば、なんですかね、できるよみたいなね、そういうもう管理のテレビなんで、これはね、これを見て練習して、これを使って練習して できるようになったら、でこれをお客さんもね、かけて、そこでもね、練習できるような、まあ、カンニングでもうこそっとポケットから出してこれかけてで使うみたいな、はい、そういう感じで、まあ、やってる様子はね、こういう感じで、この辺ね、また出しときますけど、こんな感じでね、こういう感じで、人の体にかけてでやるから、だからバレないよみたいなね。もう前々から僕思ってたんですよ。僕は昔から勉強そんな好きじゃないんで、だから試験も結構赤点取ってたんですよね。4月のマッサージの学校行ってた時もそうですけども、その時ね、やっぱ思ったわけですよ。普段勉強してるこう参考書とかね、あるじゃないですか。その参考書を、参考書見ながら勉強してたら、参考書見ながらね、もう答え載ってるわけだから、それで、勉強できるわけじゃないですかね。いや、理解もできると。でも本番に行って、そうね、本番に行って、じゃあ試験を臨んだ時に同じように結果出せるかって言ったら、やっぱりなかなかほら、ね、よく分かんなかったりとかするわけでしょ。でその時に、普段勉強してる参考書をね、試験会場に持ち込んで、そこでそれを見ながらやればね、満点というか満点近い点数は取れるじゃないですか。だからそこを、そういう発想ですね、だからもう劣等生だったがゆえの発想、もう自分でこう、ね、覚えてから臨むんじゃなくて、それを持ち込んで、そこでもうね、やるみたいなね、だから、僕の使っている手の部位をもとに、ね、練習してもらって、手応えを掴んで、それをそのまま、本番、お客様にこう、お客様の成長するときにも同じようにかけてあげれば、その時の練習の時の、イメージというか、感覚がこう蘇るんですよね。よく言うじゃないですか、スポーツのね、世界のこう練習のね、試合本番の時に、ね、今日お前ら練習の時のあの感覚を思い出してね、楽しんでこいね、練習の時のようにやってこいよみたいな感じでやると、結構ほら、成果が出やすいとかね、結果が出やすいとかっていう、なんかね、あるでしょ。まあ、そんな感じですね。なので、
まあ、検査スクール年間講座これから、まあね、どうしようかなっていうふうに思ってるんですよね。今後も、まあ、募集してっていうか参加したい、ね、学びたいっていう人をこう募ってやっていくのか、もうそろそろちょっとね、僕も一人でやってるわけだからなかなかこう伝えられる教えられ一度に教えられる人に限界があるわけですよ、ね、マックス9名ですね。マックス9名なのでそれ以上になってくるとやっぱり僕一人じゃ無理なので、だからね、今考えてるのは、今参加していただいている、もうほんと先輩たちね、もう1年以上経ってる方とか、もう1年以上というか、まあ、1年になろうとしてる方、まあ、1年以上経ってね、継続されている方もいますけども、そういう方たちに、お手伝いしてもらいながらね、やっていくっていうような、もう参加日っていうかそういう日程ももうちょっと増やしていきたいなっていう、希望もあるので、そんな感じでね、いろいろ考えてるよってことですね。はい。まあ、取り留めのない話でしたけども、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい。まあ、コロナ旋風ね、まだ吹き荒れる中、ね、こうして集まってきてくださってですね、私のところに来て、学びたいんだっていう方にね、来ていただけるのは本当にありがたいことです。はい。明日はね、2日間講座ですね、東京2日間講座のね、2デーズありますんで、参加者の方はね、3名の方、集まっていただいているので、もう全力でね、もう本当に朝10時から5時まで、ね、その2デイズなんでしっかりと、僕もね研修集まりのねお伝えして、スキルをね、お伝えし、セラピストとしてですね、まあ、自信をつけてもらえればいいかなという考えでございます。はい、というわけで、研修集剣道、でした。はい、ではまた。